皆さんこんにちは、ルルマロです。はい、ちょっと忙しくてですね、なかなか撮りたい動画がたくさんあったんですけど、撮る時間が取れずにお久しぶりになってしまい申し訳ございません。今回の動画はですね、久しぶりにアニメイトさんの方にグッズの方を買いに行ってきましたので、そちらの購入品の開封をしていきたいと思います。一応多分1個前の動画の方でちらっとグッズの開封はしたんですけど、ちょっとこうやってグッズ開封の動画を撮るのはすごくお久しぶりになるんですけど、まず買ってきた商品の方をご紹介していきたいと思います。まず一つ目がですね、ちょっと反射がすごいのでゆっくり見せるんですけど、テレビアニメ鬼滅の刃ランダムアクリルチャームのボリューム1の方を購入してきました。このパッケージにラインナップは載っていないんですけど、もちろんかなおちゃんがいるので購入してきました。で、鬼滅のグッズはもう一つ購入してるものがあるので、ちょっとまた後でご紹介するんですけど、4月からですね、プロセカのフェアの方がアニメイトさんで開催されているので、プロセカのグッズの方も購入してきました。ちょっとプロセカの方があんまりグッズの方が置いていなかったんですけど、まず1種類目がこちらのステッカーコレクションのボリューム1ですね。こちらを2枚と、あともう一つ、これ第2弾ですね、ボリューム2のステッカーコレクションを2パック、これちょっとシールを取ったらここまで剥がれてしまったんですけど、で、あと缶バッジの方も購入してきました。で、フェア対象のしおりですね、そちらも1枚もらったんですけど、私は誰が来てくれたかというと、じゃん、こんな感じでルカ姉が来てくれました。めちゃくちゃ可愛いです。これが1100円ごとにもらえるのは本当に嬉しいですよね。めちゃくちゃ可愛いです。まだまだフェアの方は開催されていると思うので、ちょっと今度またリベンジしたいと思います。で、実はですね、鬼滅のこちらの丸宮さんコラボのカレーも4パック購入していてですね、ちょっとこれは別の方で開封動画を撮ろうと思って撮っていたんですけど、ちょっとそちらの動画が私がカメラアングルを間違えてしまって、ちょっと見えづらい感じになってしまったので、ちょっとそちらはボツにして、今こちらで結果の方をちょっと開封式にご紹介していきたいと思います。はい、こんな感じでシール4枚です。まず1枚目は、せーの、じゃん！こちらの柱の皆さんのものになります。懐かしい。もうなんかめちゃくちゃ懐かしく感じますね。このおなじみのかっこいいシーンのシールと、2枚目が、じゃん！こちらの、もうこのシール大好きすぎる、サビトくんとマコモちゃんとウロコラキさんのシールになります。そして3枚目は、じゃん！こちらのゼンイツくんが来てくれました。めちゃくちゃかっこいい。そして4枚目は、じゃん！こんな感じでイノスケくんが来てくれました。ちょっとつもうしん。はい、こんな感じでね、こちらの4枚が来てくれました。カレーが食べきれるかわからないので、ちょっとまたカレーを全部食べ終わったらリベンジしに買いに行こうと思います。はい、それではですね、こちらのグッズの方を開封していきたいと思います。じゃあまず最初に鬼滅のランダムデフォルメアクリルチャームから開封していきましょう。ラインナップはですね、こんな感じで、炭治郎くん、ねずこちゃん、善逸くん、猪之助くん、義勇さん、しのぶさん、かなおちゃんの全7種類になります。はい、7分の1ですね。ちょっともう一個購入しようか悩んだんですけど、これから全集中店とかもあるので、ちょっと1個だけにしました。これで、かなおちゃんを祈って開けていきたいと思います。お願いします。最近集めるグッズを紙系のグッズメインにしてたので、ちょっと本当にアクリル系めっちゃ久しぶりだ。では見ていきたいと思います。お願いだ、行きます。お願いします。行きます、かなおちゃん。行きます。せーの。ねずこちゃん、めっちゃ、かわいい。え、かわいい。多分他のグッズとかでも出てるイラストだと思うんですけど、もう何度見てもこのデフォルメのねずこちゃんがめちゃくちゃかわいい。もうバブすぎますね。めちゃくちゃかわいいです。後ろの背景もねずこちゃんらしくて、ちょっと春っぽくてめちゃくちゃかわいいです。これちょっともう一個買っておけばよかったかもしれないですね。かなおちゃんこれより欲しくなりました。はい、アクリルチャームはですね、ねずこちゃんが来てくれました。ありがとうございます。はい、では次はですね、プロセカのグッズを開封していきたいと思います。ラインナップが全8種類で、
かなでちゃん、まふゆちゃん、えななん、りんちゃんとなっています。一人二種類柄がある感じですね。もう全員推しなので、もう誰がね出ても本当に嬉しい缶バッジなので、もう私にとって最高の缶バッジなんですけど、一体誰が来てくれるのか。はい、では見ていきたいと思います。いきます、せーの。お、えななんだ。かわいい、めちゃくちゃかわいい。特訓後かなこれ。もうプロセカ本当にイラスト綺麗なのでめちゃくちゃ綺麗で、この缶バッジの枠の部分も虹色でかわいい。えななんかわいすぎる。プロセカの缶バッジ初なんですけど、えななん来てくれて嬉しいです。ありがとうございます。めっちゃかわいい。はい、ではお次はですね、こちらのステッカーコレクションを開封していきたいと思います。ラインナップがですね、もう全員集合なので、もう本当にかなり厳しい確率だと思うんですけど、新ごとね、ミクちゃんを狙っていきたいと思います。お、これどこに、これは白い紙だ。あ、あった。これ2枚入りみたいです。1枚目見ていきたいと思います。いきます、せーの。しほちゃん、かわいい。めっちゃかわいい。カードアイコンをイメージしたステッカーになってるので、もうゲームの世界から飛び出してきたみたいな感じで。かわいい。めちゃくちゃかわいいです。しほちゃん、ありがとうございます。では2枚目。せーの。あ、かなでちゃん、やった。初ニーゴメンバーです。かわいい。このかなでちゃんかわいいですよね。かわいい。とりあえず25一人自引きすることができました。嬉しいです。ありがとうございます。はい、では2パック目見ていきたいと思います。はい、では、あー、わー、私は何も見ていない。では2パック目見ていきたいと思います。いきます、せーの。はい、こんな感じではるかちゃんが来てくれました。ちょっとちらっとね、実は見えてしまったんですけど、めちゃくちゃかわいい。かわいいですね。ショート仲間が一人増えました。一枚目ははるかちゃんが来てくれました。ありがとうございます。次二枚目見ていきたいと思います。いきます。せーの。天馬くんだ。天馬くん多分グッズで来てくれたの初めてかな。この一番最初のイラスト、やっぱりいいですよね。二枚目は天馬くんが来てくれました。ありがとうございます。はい、それでは次ボリューム2の方開封していきたいと思います。絵柄がちょっと変わって、で、こっちは多分星さんのイラストかな。頼む、お願いします。そうだ、ちょっと祈りをできるようにパシャコレを置いていたんだった。頼む、お願いだ。もうみんな来てくれ。いきます、せーの。あ、みずきちゃん、やった。2人目。あー、このみずきちゃん可愛いですよね。めちゃくちゃ可愛い。ちょっと今深夜とまではいかないんですけど、割と夜に撮影してるので、ちょっとテンションが落ち着いている気ではいたんですけど、やっぱり狙いの子が来てくれるとめちゃくちゃテンション上がりますね。あー可愛い。ありがとうございます。では次、2枚目見ていきたいと思います。いきます。せーの。おー、かわいい。アイリーちゃん、めちゃくちゃかわいい。もうこの笑顔が大好き。めちゃくちゃかわいいですね。2枚目はアイリーちゃんが来てくれました。ありがとうございます。もうついつい何分も話しそうになっちゃう。はい、あ、もう最後の1パックじゃん。もうまだ来てくれてないメンバーが来てくれることを願って開封していきたいと思います。はい、では最後の、1パックの1枚目見ていきたいと思います。いきます、せーの。しずく姉さん、姉さんって呼んじゃう。ついもうなんかしずくちゃん、しずく姉さんって呼びたくなっちゃうんですよね。あー可愛い、美しい、本当に綺麗美しい。ありがとうございます。はい、それでは最後の一枚見ていきたいと思います。いきます、いきます、せーの。にーごみくさん、やった。めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。あー、かわいい。ニーゴミクさんや。え、また8枚中3枚、ニーゴのみんなを引けてる。え、めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ありがたい。ニーゴミクさん、本当にもうドタイプなので、
嬉しいです。ありがとうございます。はい、開封結果はこんな感じでした。ちょっと鬼滅のグッズの方ではかなおちゃんを引くことはできなかったんですけど、プロセカの方ではニーゴのみんなを引くことができて嬉しかったです。ありがとうございます。はい、ちょっと今回は久しぶりの動画プラス久しぶりのこういったグッズ開封の動画だったんですけど、また今度いろいろ買っていきたいと思います。はい、それでは本日も最後まで見てくださり本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ちょっとこういう挨拶もめちゃくちゃ久しぶりですね。